そうでもなんかミッチーさんになんか2人が DJ やりたいって言ってるんですけど、うん、そんなに簡単にできるものなんですかって言ったら、ミッチーさんはおきてさんは全然簡単だよって言ってるけど、正直僕は全然簡単じゃないと思ってます。簡単にやるかそうじゃないかってことですね。でもなんかまあ初めてだから、うん、そこがわーわーってうまく行くか行かないかみたいなのを含めて、うん、皆さんに楽しんでもらえたらいいんじゃないか、うん、そうですね。うん、わかりました。行って宇都宮で練習しなかった。うん、そうしました。宇都宮で練習、はい、頑張ります。それより餃子をさ早く行ってこうやって餃子を自分で作るんですか。出したらいいなと思ってるんだけど、うん、楽しいかもそれ。みんなでこうやって100個ぐらいなら、あ、そっか、100個ずつ、100個ずつ、200個ですよね、うん、みんなでこう具を詰めてさ、うん、楽しい。がやったやつをあーんって楽しい。で一個激辛とかね。そう。不思議とか美味しい。同じことだね。あ、でなんかおきてさんと被らないようにしなきゃ。そうなんだよ。多分好きな曲被ってる気がする。あ、確かに。なるほど、ね。全部不思議だからね。ああ。そうなんだ。なるほどね。うん、まあ楽しみですよ、いつかは。はい。そうですね。あ、ちなみに31日の千葉、うん、紹介のイベントには CD は売るんですかって今日お便りが来てたので、うん、売ります。売ります。よかった。皆さん買ってくださいね、はいはいはい、こんな感じで、じゃあその他のメールをもう一通読みたいと思います、はいはい、ペンネーム田中ピコピコさんからです。ありがとうございます。今回は年末のワンマンライブに向けてファンからどんなことをやってほしいのか募集してみてはどうでしょうか、うん、という相談です。去年のワンマンではサンタクロースのコスプレがありましたが、今年は何してほしいとか、今度はこの曲をカバーしてほしいとか、ワンマンに向けて裏切りで何かできないかなと思いました。それよろしくお願いします。ありがとうございます。いいね。そうですね、これでも来月ぐらいでもいいかもしれないですね。じゃあ来週の放送で募集したら、うん、月末だもんね、うん、じゃあ今週募集して、うん、じゃあ何を募集するか ね、ワンマンに向けて、はい、カバーどんな曲を、うん、新たに何かやってほしいとかがあるとか、はい、この曲やってないからやってほしいとか、はい、あとは、まあ、歌以外でもこういうコーナーがあったらいいんじゃないかとか、うん、あとこんな衣装、うん、私服、今までの私服だったり、今までのこれ着てほしいとか、あとグッズも、グッズ、グッズ着きたい、あ、グッズ、グッズを作ってほしいか、うん、あとね、アフターパーティーがもしあるなら、うん、前みたいにコスプレ、ああ、そうだ、まだ何にも考えない、ね、前なんでアフターパーティー、あれ、トークショーに来てくださった方、うん、でさっき一お友達をもう一人みたいな、うん、でもあのトークショーの時だけだよね、そうなんです、うんうん、いっぱい来てくれた、楽しかったから、うん、まあ今からです。私たちも今から考えて、皆さんもぜひ、うん、はい、はい、お願いします。そうですね、じゃあそんな感じでつぶやきのコーナーは終了です、はい、ありがとうございました。そうですね、はいはい、じゃあ行きましょうか。よいしょ。ま、まってなんだろうね。うん、早朝ラーメン売ってほしいです。早朝ラーメンいいね。へえ、早朝ラーメン、はい、いいね。はい、どうしよう。にゃ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 、はい、ペンネームプーネコさんです。 おめでとうございます。では、お名前とご住所をこちらまで送ってください、はい、お待ちしてます。いや、お待ちしてますね。待ってるのは皆さんですよね、すいません。うん、本当だよねお待ちしてますじゃないわ、うん、お知らせはなんかライブの告知もしたんですよね、はい、いつのだっけ、 ESP さんの、あ、そうです。ではまず最初に10月31日の音楽室の、千葉商科大学で学祭に出演しますので、はい、皆さんぜひ遊びに来てください。あの、学生さんじゃなくてもね、うん、入れるんですよね。見るのも無料なんですよね。無料で、はい、全然遊びに来てください。はい、そして、そして、5日、5日、宇都宮プラネットで餃子、はい、申し訳イベントなんですよね、あれは。一応申し訳イベント。なんか、栃木じゃない、栃木、宇都宮だもんね、うん、その5日が盛り上がったら、うん、来年はパ
ファンの皆さんと一緒に、うん、あの申し訳も全国でやってるじゃん、うん、やってるね、なんかあの札幌とか、ね、申し訳あのミツバニビみたいなのとか、うん、地方もやってみたら面白いんじゃないかって、そう、どーん、でも宇都宮盛り上がるんだ多分、やだなくなる、みんな来て、ぜひ遊びに来て、宇都宮手始めとしては近いはず、そしたらね、みんなでってこれる、うん、あの5大都市ツアーとか来年やりたい、超楽しそうだね。で、11月16日火曜日に、はい、ESP のイベントっていうのかな、イベントにゲスト出させてもらいます、はい、ここはライブなのかな、ライブですよ、がっつり盛りだくさんね、ありがたいことにゲストという形で、うん、うん、ありがとうございます、あの学生さんたちがね、みんな運営とか、うん、をこう誰をなんか出演オファーするかとか全部相談して、それでバニラビーンズさんにっていう、あら、ね、嬉しいね、ありがとうございます、そんな感じですね、はい、何一言余計なの、何なの、11月15は裏火するのやる、なんで 15? いきなり16かな、16だから、あの16、うん、火曜日ですよね、 ESP、ああ16の火曜日ってことか、それはライブとかってできない、夜なんだ、ね、またそれはね、その前日とか、そうですね、お知らせですね、はい、それでは今日もちゃんと9時4分に終わります、そうですね、今日はなんか9時5分だ、はい、そんな感じで、あ、宇都宮行くよって書いてる、ありがとうございます、ありがとうございます、よかったよかった、うん、安心です、はい、餃子食べたい、うん、205個ぐらい作りますよ、うん、ね、食べる分、自分の分も、でも宇都宮行ったら富士宮焼きそば食べるんだよ、なんで、塩焼きそばの店があって、へー、うん、それも結構いい、富士宮焼きそば、うん、え、あ、富士宮じゃないか、富士宮焼きそば、美味しいとにかく焼きそば屋さんがある富士宮、じゃあ皆さんそこ、いそこの焼きそばを持参して餃子食べる、うんうん、面白いおかずで、うん、それではまた、うん、はい、うん、大丈夫、閉まってるじゃん、閉まってます、はい、じゃあそんな感じで、うん、来週はあのワンマンライブに関することいっぱいメール送ってください、はい、採用される可能性大でございますので、はい、そうだね、はい、うん、私たちも考えていきます、うん、はい、それではまた来週、バイバーイ、アデュー